どうか爆上がり伊藤博樹が CL6 回優勝に電撃移籍へ。シュツットガルトは今月休暇、今年7月の日本ツアー実施を公式発表。サンフレッチェ広島、京都サンガとの対戦が決まっているが、同クラブ所属の日本代表 DF 伊藤博樹にステップアップ移籍の可能性が浮上。バイエルンミュンヘンやボルシアドルトムントなど、複数クラブからの関心が報じられている。キム・ミンジェの不安定なパフォーマンスもあり、今季タイトルを逃したバイエルン。韓国代表センターバックの後釜として伊藤の獲得に動く。オファーや交渉次第では伊藤がシュツットガルト日本ツアーに帯同しないケースもありそうだ。冨安どころか伊藤に負ける韓国の S 級キム・ミンジェ。運ダブ買い取るためにも伊藤売ってお金にした方がいい。そのまま残って CL 出てもいいけど、タイミング的には今が一番いいし、移籍するなら国内移籍がいいよね。来シーズンは CL にシュツットガルトの主力として出場できそうなのに移籍とか、いやー、移籍はどうなんだろう？プラスになるん？伊藤は日本より海外のが評価高いよな。少なくともダブルハイくらいまでは。一時期トッテナム移籍の報道あったけど、プレミア挑戦はないのかな。守備うまい、高さもある、パス精度高い、実はシュートもうまい、最近は代表の試合でもアシストしたり素晴らしい活躍してる。冨安の次に高い DF だけど、日本ではあまり人気ないよね。ひょうひょうと物事をやってのけてる印象。ミンジェ、